なんかセバスめっちゃ困ってる。え、どうしたえ、ね、やあ、リンク。ゼルダの手がかりは見つかった。実は僕も君みたいにたくましくなり,くてなりたくて、夜中にこっそり体を鍛えてるんだ。なるほど。<ー>どう変わった恥ずかしいから夜中に僕の部屋には来ないでね。ええー、ちょっと待って。それさ、昼になって <laughs>。話聞いて、そう、さっきまで夜だったのに、もう一度夜になります。<laughs> さて。 えー、昼になったかなーと思ったら気づいたら夜だったんですけど、<laughs> それぼんやりしてただけやんけ、みたいな。気づいたら一日が終わっちゃった、みたいな。<laughs> そういうところはありますが、えっとね、セバスの部屋ってどこ隣隣か。来てみよう。鍛えてるって言ってたよね。お、鍛えてる !MI、えー、頑張ってる。あ、頑張れ頑張れ頑張れいいぞあー。あー、でも諦めるな。GO! 六、七、あ<ー> <laughs>、はあ、ははあ、えーまじ。七 <laughs> 回。<laughs> いやー、リンク、こんばんは。何をしてるって見ての通りトレーニングだよ。たる一つ持ち上げられない情けない自分を変えたくてね。少しはたくましくなりたいんだ。恥ずかしいから夜中にこっそりやってるんだけど。<laughs> でもやっぱり僕ってダメだね。疲れすぎて、早くも音を上げてしまいそうだよ。ああ、頑張りよう。 持続してくれる薬えー、えー、そういうそういうイベントをそのためにあのお店で買えるようになったえー、ちょっと買ってくるかよし持ってきたよどうだこれが欲しいんだろう567はいあはあ はあ、リンクが持ってるのもしかして頑張おるそれよかったら僕に譲ってくれないかなあげる。<laughs> 本当にありがとう。本に着るよ。あ,あ、ちょっと、このご時世なのに口つけて飲みやがった。<laughs> <laughs> <laughs> ふぅ、疲労回復いけそう。あ <laughs>、はあ、でもこんな調子で本当に僕はたくましくなれるのかな努力次第だよ。<laughs> そうか、そうだよね。ただひたすら努力あるのみ、泣き言なんか言ってられないよね。 ありがとう、リンク。僕頑張ってたくましくなるよ。さあ、トレーニング再開だ。そのうちまた成果を見に来てね。<laughs> なんか、すごい、なんかね。なんとも言えない表情してたな。ええ、頑張ってたくましくなるよ。そのうち。そのうちなのか。どうなんそのうちっていつぐらいなんやろな。またなんかあれかな。期間が経ったらみたいな、そんな感じなんかな。ちょっと部屋出て、 えったりせえへんかなえもう話したいことありそう。あれおな、おお僕頑張ってたくましくなるよ。ああ、その知性観見に来てね。なるほど。ちょっとまだすぐはダメっぽい。ほんとかほんとか諦めんな諦めんな。<laughs> そんなすぐには結果出ないだろうみたいなね。 そう急いでねそう。結果は急ぐべきものではなさそうな予感もするが。はい。相変わらずですねは。まあまあまあ、なんかセバスに関してはね、まあそのまま頑張ってくれればいいや、みたいな、そんな感じはあるが、えっとね、なんか寄宿者がどうのこうのみたいな。っていうか、ここ鍵かかってんねや。 なあーこれあれか、正面玄関が今、鍵かかってますよ、みたいな、そんな感じやけど、なんか夜の寄宿舎が、えーっと、その何、何なんかね、不気味な声がするみたいな、なんかそんな感じで、あの、お店、ショップショップの、なんかね、食事してた人が言ってたんだけど、寄宿舎ってどこなんだろうね。あ、ちょっと、包丁の部屋入ろうとしちゃった。入れなかった。まあいいや。 うん、と、ここで指さしてどこがどうとか見れるわけではなさそう。だが、えっと、ここではないの騎士学校の宿舎イコール寄宿舎ではないわからん。わからんが、えっと、騎士学校鳥のモニュメント、まだ行ったことないとことか なんかでもこの辺のご家庭は違うような気がするよね。んーうーん。わかんないね。そう話すとなんか、こんな感じで説明が出てくるから、ちょっと、どれがどうなんだろうみたいな、ちょっと気になるけど。いやー、しかしあれですね、なんか、セバスに、えっていうか、そこ、お宝あるやん。お宝あるけど、 多分昼間じゃないといけないのかなちょっとわかんないわかんないけど。まあ、ちょっと空間離れてるんで、昼ちょっと飛んで行ってみるか。えーっとね、剣道場。寄宿舎。寄宿舎。ないけどな。ここはショップモールですよね。なんか合わせるとここはどこどこみたいな教えてくれるが、 あ、っていうか、あれか、こういう、あの、赤丸があるところが、あれなんですね、その、寄宿舎寄宿舎っていうか、ここはどこだよ、みたいなの教えてくれると、そんな感じっぽいが、寄宿舎っていうのがないので、ないので、ないので、やっぱあれかな、学校の宿舎っていうことなのかな、なんかすすりなく声。 うーんと、もう、ちょっと、う、う、うろうろ、してみる。ゼルダの部屋。入れないか。さすがに入れないよね。お風呂場とか。入れないか。どっか入れるとこないんかな。<laughs> むしろ、むしろ。うーんと、東居住区。 うん。寄宿舎寄宿舎宿舎ってことじゃないな。ホーネル先生の部屋入れちゃう。入ってよかったのこんにちは。んこんばんは。夜はみーちゃんとは別れだ。前に学校に入れたまま夜になってしまって大騒動になってしまったからな。あ夜に出歩くのは気をつけなさい。みーミイちゃん暴れるもんね。<laughs> 何なんだろうね、あれ。なんかね。 そういういクラネの部屋クラネさんって誰なんだ入れちゃったこの人ああこの人かこんな洋風系にレディの部屋にズケズケと入ってくるなんて失礼じゃないの私は今からお風呂に入ろうと思ってるの出て行ってくれるリンク君でも前に入ってる人がなかなか出てこないえ確かに開かないよねあそこのお風呂場 そういうイベントがあのもしかしてお風呂場え寄宿舎ですすりなくっていうかお風呂場でなんかうおーみたいなバドかバドか入れないうーんなんもできないよねうーんわからんねわかんないや アウール先生。こっちも入っちゃおう。話聞いていく。うん。どうだ、リンク。ゼルが、ゼルダは見つかりそうか。何お前ならきっと探し出せる。私はそう信じているよ。ありがとう。ありがとうはねんけど。すごい、めっちゃ植物好きなんだね。<laughs> 好きというか、あれかな。なんか専門みたいな。そんな感じなんかな。ちょっとその辺は、わかんないが、 なんかすすり泣く声やから、なんか耳を澄まさないと聞こえないのかな。バドはバド帰ってるバド帰ってない。ふふふ。バドさんおそろりに大丈夫。この部屋は俺様のもの。<laughs> 何してんの何してんのそんなにバドの部屋欲しかったんだ。<laughs> いや、なんか。 <laughs> うん、な、なんなんだろう, <laughs> うせっかくやから、ちょっといろいろと回ってこうぜ。ここも入れる。あ、こいつあれか。え、どうしたうん、なんだ、リンクか。一体僕に何の用だ。え、僕が何をしているかって。虫だよ。虫を眺めてる。あ、虫取れるけど、こいつに渡せんのかな。あ、いろいろ飾ってるね。虫は素晴らしい。 バドさんと同じか、それ以上に素晴らしい <laughs>。つまり、虫は、えー、バド以上と、OK。いや、別にバドさんが虫かってわけじゃない <laughs>。とにかく僕は虫が大好きなんだ。いろいろな虫を集めたい。いずれは虫でいっぱいの島を持ちたいとさえ考えているのだ。ううそうだ、ああ。 え、買ってくれるな虫のためならルピーは教えまない。いいええー、そういう金策があったのこれで僕の虫コレクションがまた充実するじゃあ虫を売りたくなったら持ってきてくれ。僕は夜は大抵ここにいる。なるほどね。えー、こいついいやつなんじゃないのただし何でも買い取るわけじゃないぞ。どの虫を買い取るかはその日の気分次第。なるほど。それとバドさんの手前、このことは秘密だ。虫のいい話かもしれないが取引は夜だけだ。僕にも 世間体というものがある <laughs>。闇市やな。わ <laughs> かったな、リンク。お前は虫のスかん奴だが、期待している。あー、まあいろいろもあるもんね。じゃあ早速だけど買い取らせてもらうよ。マジえー、おー、なんか持ってそう。ロフトクラグ、クワガタ。おー、うるうるうる。あるよ。えーっと、ロフトクラグ、クワガタ。二重ルピー。ーえー、全部。はい。<laughs> 80ルピー、ありがとう。いいじゃん。まったく虫酢が走るよ。おっと、これはいい意味で言ってるんだからな。虫酢が走る。<laughs> ああ、いい意味で言ってるのか。いやー、まあせっかくやから、ちょっと、カブトムシ一番高いやろ。売る。ちょっと、レート見よう、レート。1匹20ルピーか。そんなやな。えっ、ー、と、3匹持ってるみたいだが、 全部。はい。売る。いやー、こんなんで換金してくれんの親切。<laughs> いや、となると、あれですね、その、虫は本当なんか見つければ捕まえなさいという神の教えが生まれたようなので、ちょっといろいろと売りたいが、売りたいというか捕まえたいがっていうかあれですね、なんかレアな虫がどうのこうのっていうよりかは、もう同じ虫っていうかね、その、どの虫も、 みんな20ルピーやから、ま、あなんか日によって売れるのが違うので、いろいろと種類をたくさん持っとくといいよ、みたいな。そんな感じっぽいね。いやー、いい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 。これ本当になんかどうすんねやろうってずっと思ってたのが、なんか解決しちゃったので。いやー、いいね。あと2種類。あと2種類だけなんや、もしうーん。うーんと。 誰の部屋だったっけラス。ラスはさっきのあれバドの部屋陣取ってたやつあ、なんか一人部屋が欲しかったんかなセバスンの部屋は筋トレ中。いや、たくましくなってるかもしれない。そんなわけないよな、ね。<laughs> あ、ダメっぽいね。はい。っていう感じ。まあ、特にお変わりはないです。奥食堂 うーん。あ、誰かいる。こんにちは。ヘあ,あ。へいなさん、初めて見たんじゃない最近バードを見ないね。どうしたっていうんだい僕はあなたを初めて見ましたよ。<laughs> 食堂のあれかなおばちゃんかなああ、やっぱ心配してるんですね。なんか、料理中美味しそう。なん,なんだろうあれカレーかなわかんない。ビーフシチューかななんかうまそうなの作ってますね。ふふふふ。 あっこ、これかうー。誰か、誰か私のお願いを聞いてください。えー、すすり泣く声ってこれ？こ、空いてますよ。髪、髪がないの？お願いです、誰か髪を、髪をください。髪なら何でもいいんです。 紙,紙をくださいなるほど紙がなくて困ってるとそういうことなのかえーっと紙なんかあるないよな何かのメモ帳みたいなパラショールいやパラショールが一番なんかそれっぽいけど いや絶対ダメよな。と小鳥の羽じゃダメすか。タンブルウィードあるよ、タンブルウィード。タンブルウィードで吹きな。紙、お願いです。誰か紙を、紙をください。紙なら何でもいいんです。ダメっぽいね。あー、紙か。メモ帳、うーん、メモ帳。いや、わかんない 分からんぞ、それは。それはちょっとわからんな。なんか、バドの部屋から髪持ってこうぜ。<laughs> ああ。髪ない、髪。あれでいいんじゃないあれ。あれでお尻拭こうぜ。<笑><笑>ダメ。<laughs> っていうか、これ貼ってるやつ持ってこうぜ。これ持ってけないの持ってけなさそう。なんかでもメニュー出たよね、今。んはあ、話す 話すえ、そっから話せんの結構な距離話せんねんな。初めて知った。初めて知ったやけど、うーんとね、それか、なんか、バドの大事なコートとか。<laughs> あ、もうそれでいいような気するけどね。うーん、ちょっとわからんね。紙なるものを、あの、どっかのタイミングで手に入れてきて、で、 まあ、渡せと。それまではちょっと我慢してもらうか <laughs>。いや、そうなんよね。なんか誰かいたら、みたいな、なんかね、そういうのがあったんですけど、ゼルダの部屋って入れない。あ入れないね。入れない。うーんとね、紙持ってない、紙。クラネさん。紙。紙。うん、でもお風呂が、 出てこないよね。うーん。トイレ待ちじゃないのか。いや、トイレ待ちやったらね、もう紙さえあれば、なんか出てきてくれるらしいよってちょっと伝えられたんやけど、ちょっと、わかんないな。ちょっと <laughs>、わからん。これはあれですね、なんか、お預けですね。何かをやってた表紙に、急に紙が手に入るかもしれない。うん、なので、ちょっとわかんないので、え、ね、っとね、ちょっとなんかいろいろと、 手に入いろいろと手に入ったというか虫がねすごく売れちゃったのでちょっとあのー、お買い物してから出陣しましょうかせっかくなので。